こんばんは、ミスターMさん、速稼塾の久保でございます。今回もですね、ガチンコマッスルクラブとかね、筋トレのなんか動画いいですね、とってもね。で、ガチンコっていうタイトルをつけてるのもとってもいいと思います。この企画は今第3話まで送っていただきましたけども、このシリーズはね結構見応えがあるんではないかなと思います。編集の仕方とかカメラワークとかね、あとテロップの入れ方とかね、テロップっていうかタイトルですか、タイトルの入れ方とか、まあ、非常にねうまくできてると思いますし、BGM がバランスがとってもいいですよね。で、筋トレにはぴったりの BGM だと思います。さあ、そこでですね、まあ、私がこの動画を同じようなテイストで作るとしたら2つぐらいの要素を入れるかなと思うんですよ。それを参考にしていただければと思います。一つはですね、どのぐらいの年代の人に向けてるかってことなんですよ。おそらくこれは40代の方の、まあ、前半か後半かちょっと分かりませんけど、私がやるんだったら40代後半の男性に向けての筋トレになるかなというふうなね、そういうふうなターゲティングをします。40代後半の方見てくださいよと、特にね筋トレしたいよとか、筋トレもダイエットのために、筋トレをするとダイエットの効果があるんですよってことをやっぱりね前提として動画っていうのを作っていきたいなと思うわけなんですよ。まあ、そうするとね、40代っていうのは健康診断とかあってちょっと太り気味ですよって言われる方がむちゃくちゃ多いわけなんですよ。かくいう私もそうなんですけどもね。で、そういう人に向けてこの動画がヒットした時に、おちょっと参考になるの見てみようかなっていうふうになるかと思います。これがね、ペルソナとかターゲティングっていうものですけども、誰にこの動画を作ってるのかってことをやっぱり自分で決めていくってことが大事になってきます。多分これはミスターMさんも意識されてると思います。まあ、中年の方のね、こう筋トレのための動画だと思いますんで、さらにそこを40代限定とかにやっていくと、確かに40代以外の視聴者さんっていうのはもう望めないんですけども、40代の方はしっかり見てくださるってことになりますんで、結局ね、皆さんに見てもらおうっていうのは結構見られないんですよ。で、この人にフォーカスして見てもらおう、それ以外の人はもう来なくていいよっていうふうにやるとね、とっても動画も作りやすいと思いますし、例えばこの再生リストだと思うんですけども、このガチンコシリーズに対しては40代でね、後半これでいいじゃないですか。40代前半でもいいんですけどね、そういうふうにすると固定のファンがつきやすいってことになると思います。その固定のファンがいつも再生数を1とか2を維持してくれるってものを10とか20とかね、そういうふうに増やしていく方が私はいいと思うんですよ。瞬間的に偶発的に再生数を上げてくれたりとか、たまたまチャンネル登録してくれる方ではなくて、もうね、こう更新情報がたとえなくても、新しい更新ないのかなっていう探してきてくれるぐらいの、そんな環境を作っていくためにはこういうふうなターゲティングがいるんではないかなと思います。で、私がするなら2点目なんですけども、いつまでにどうなりたいかっていう目標値を設定することだと思うんですよ。そうするとやっぱりね、自分に対する筋トレの意識づけにもなりますし、何より視聴者さんが、その一貫性っていうんですけどね、じゃあ動画の発信者さんが目標を立てて何か行動をやってますと、本当にできるのかって感じでずっと気になって見るっていうね、そういうふうなバイアスが起きやすいんですよね。まあ、ですんで、これを例えば30日で5キロ痩せるためのトレーニングみたいなことにするととても分かりやすいのかなと思いますし、ウエストを30日で、まあ、30日じゃなくてもいいんですけども、2週間で5センチリミットダウンするとかね、サイズダウンするみたいな動画でいつもいつも語りかけていくとどうかなと思います。プラス付随するとしたら、どんなトレーニングをしたらどこに効果があるのかっていうことを書いていくといいかなと思います。テロップですよね。もちろん喋ってもいいんですけども、そうすると例えば上腕二頭筋はここにこういうトレーニングが効果ありますよって、私ちょっと分かりませんけどもとかですね、スクワットはどこどこに効果がありますよとかね、ウエスト周りはどういうことをしたら引き締まっていきますよみたいなのができると思うんですよ。じゃあ今日ちょっと私がね、早速一つやってみましょうか。それはですね、お腹を引っ込める鏡の前で、これやってるだけでウエストって縮むんですよね。いや本当なんですよ。お腹引っ込めるって筋肉使ってますから、お腹グッと引っ込んだ状態っていうのがカロリーを消費するんですよ。こういうふうな意識をすることによってだん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 減っていくんですよね。はい、ということが今回の3本いただいた動画のアドバイスになりますけども、私のねこの2階の部屋って実はホームジムになってるんですよ。これ鏡がね、等身大のがあるでしょ。で、ここに牧人ね、牧人もトレーニングしてます。こんなん持ってる人いないですよね、なかなかね。で、これね、500円ぐらいで買ってきたワンダーコアのアリュー、なんかコピー品ですよね。で、これは視聴者さんにもらったなんか股割りの機械ですね。で、その他ちょっとバリアンブルにしましょうか。これね、ダンベルとかねあるわけですよ。で、こちらの方には砂袋ね、砂袋。あ、ちなみに
私のトレーニング方法なんですけども、まずはこの5キロの砂袋でこういうふうにね肩をねほぐすんですよ。いきなりやると体壊すんで、5キロとか3キロの砂袋をこうやってぐるぐる回すことによって腕全体に軽く負荷をかけていきます。そうするとね、もううっすらと汗が滲むんですよ。私の場合は代謝がいいんで、私3000キロカロリーの代謝がありますんでね、すごいでしょ。普通男性で1700キロカロリーぐらいじゃないかと思うんですけども、アスリート並みなんですよね。だから私すぐ痩せるんですよ。でその後でこういうふうなダンベルをこうやるということなんですけども、ダンベルのやり方も肘を固定して上に上げる動作、ゆっくり上げてすぐ戻す、ゆっくり上げてすぐ戻すのか、それともパッと上げてゆっくり戻すのか、パッと上げてゆっくり戻すのかでも効果が違うらしいです。ちょっと忘れましたけど、どんな効果があるのか。でこれがグラムが1.25 と 1.25 なんで 2.5、 合計で5キロですこれがね。でこちらのちょっと気合がいる方が20キロです。これはもう私すでに上がりませんね。これはね、私が脱臼してから筋トレやってなかったんで、1ヶ月やらないうちもう上がらなくなったんですよ。このぐらい筋肉って使わないと減退するんですよね。でもこの何ですかね、ダンベルこっち側でしょ、これをね20回上げ下げを3日やるともうこっち上がるんですよ、筋肉が復活するんで。で私の場合はそういうペースなんですよね。そういう感じで内在した筋肉ってのがあるんですよ。ちょっと私のことを話しすぎましたね、すいません。動画の評価っていうのは前半でお話した通りとってもよくできてますしね、すごく動画の編集上手なんだろうなと思います、ミスター M さん。で私なりにアドバイスをするとしたらターゲティングですね、どんな方にそのメッセージを送りたいのかってことが一つ、そして目標値を設定して見やすく判断しやすくする、そして一貫性ですよね。少しでも関わった方ってそこに目標値が掲げられていたら本当にその目標値達成するのかどうかね、気になるんですよ。その作用を使っていったらどうかなと思います。これはねちょっと前にドラゴン堀江って番組があったと思いますけども、東大合格するぞみたいな番組やると本当に合格するのかどうかね、みんな気になって見ちゃうんですよ、だからそういう効果を狙っていくための動画にしてもいいのかなと思います。以上が私からのメッセージになります。これからもね動画どんどん送ってください、非常に嬉しいです。ありがとうございます。では失礼します。